日本神奈川県横浜市磯子区、下町下町は、神奈川県横浜市磯子区の町名。定番を持たない、単独町名である、住居表示実施済み区域。磯子区の北部に位置する、堀割川の左岸にあたる、北で、坂下町、東で、中区寺久保、根岸朝日台、西で堀割川をまたいで滝頭、南で、西町、 原町と接するほか、磯子協場の一点で、中浜町と接している。町内は大半が平地であるが、東端に南北に走る崖があり、ここで警察署の管轄が分かれる。東の高台は山手警察署の管内で、近年マンションが建ったほか、一部は戦後米軍に接収され、ネギ住宅地区となっている。 西側大部分を占める平地は、磯子警察署の管内で住宅地になっている。町内全域が横浜市立根岸小学校、横浜市立根岸中学校の学区である。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内に駅はない。1912年から1972年までは横浜市電が堀割川対岸の国道16号を走っていたが、磯子橋には停留所はなかった。最寄り駅は JR 根岸線根岸駅であり、町内からは 徒歩10から15分程度かかる。町内にバスは通るが、バス停はない。最寄りとなるのは、以下の3つのバス停である。町内の警察の管轄区域は、以下の通りである。旧屋木下邸に関するカテゴリー、二義市懐かし公園に関するカテゴリー、西根岸下町に関するカテゴリー。ありがとうございます。